願いします。お願いします。じゃあちょっとウォームアップ的な感じで、お名前とポジションをお願いします。はい、お願いします。上山理也です。ポジションはフッカーやってます。よろしくお願いします。いつからラグビーやってるんですか？3歳ぐらい、ちっちゃい頃からやってます。3歳か。そうですね。きっかけは？きっかけはもう親の影響なんですけど、お母さんとか、まあ、ラグビー好きだったみたいで、でその影響で体験からなんか連れられていって、もう最初は嫌々やったけど始まっていったって感じですかね。お父さんではなくてお母さんですか？なんか見るの好きだったみたいですね。何歳からそのなんか3歳からやりだしたけど、その本気でやるぜって言ってるの？はい、本気で小学校入ったぐらいから多分もうのめり込んでて、で本気でやるっていうのは将来もラグビー選手で、は高校生ぐらいですかね、まあ、中学生ぐらいからでももうトップリーグでラグビーしたいなって思ってて、結構中学生ぐらいですかね、本気で思い出したの。で今ホッカーとおっしゃったんですけど、ずっとホッカーやってる？いや、今シーズンからですね。これその転身するきっかけ？きっかけはもうやってみたいっていう気持ちがあって、まあ、去年のシーズン、まあ、あまり出れなくて、自分自身、まあ、キャノン戦に出たんですけど、その時自分的にも結構自分強めのタックルでそこを出せてた部分があって、で自分としても結構手応えあったし、コーチからも良かったって、良かったけどその次の試合外れって言われた時に、なんか自分の中でちょっと思うところがあって、でやっぱフッカーって専門職でこう大事な時に必要とされる、まあ、そういう部分に魅力を感じて、なんかどこかで自分の中でチャレンジしてみたいなって気持ちがあったし、そこですかね、自分の中でいつかチャレンジしてみたいな、でも後々となってやるなら早い方がいいかなと思って、自分そこは決めました。戻りたいと思う時はない？フランカーに戻りたいと思う時はもう今はないです。結構復活楽しくて楽しんでやれてます。ライネスに入団したの？2年前、2022ですかね、に入団しました。それまでにどこに？大学は帝京大学でラグビーしました。いい大学行ってますね。ありがとうございます。今年も優勝してすごい強いですね。上田さんが大学に在学してる間は何回提供を勝てるんですか？僕が4年生の時に優勝して、だから1年生、2年生、3年生の時は負けて4年生の時に優勝しました。何年に提供大学出身なんで？8人ぐらい、結構多いです。すごい多いですね。はい、あのいろんなチームがある中でそのライオンズを選んだ理由は？地元が僕東大阪 で地元のチームでラグビーしたいなと思って、ちっちゃい頃から大間に近い小学校出身なんですけど、まあ、今もやってるようなアイガードで選手が来てくれたりとか、すごい自分の生活の中に身近な存在ってライオンズが、で、まあ、地元のチームでラグビーしたいなと思ったのが一番強いきっかけですかね。小学校なんていう小学校ですか？赤田北、一番近いです。この辺出身はあと何人ぐらいいるんですか？僕と東大阪出身は僕、横井さん、賢章、小野木さん、野草さん、スタッフで言えば北村一馬さんとか、はい、結構います。まあ歩いて帰れる感じなんですけど、まあ、チャリあれば、チャリあればほんまに実家も地元もほんまこの辺で、校区内でここも近いです。めっちゃいいです、ね、最高です。世界全体的に見て、世界このプレイヤーめっちゃすごいな、目指したいなっていうプレイヤーはいる？誰やろ、なんかナミビア代表の
なんかジャックスバーガーって選手なんかすごいタックルがすごくて、この前剛君に教えてもらったんですけど、すごいなと思って、今は引退されてると思うんですけど、めちゃくちゃタックルすごくて、試合前とかなんか見たりしてます。バーガーキングみたいな、それそうな名前けど、ほんまタックル凄まじくて、フランカーの選手なんですけど、それはそれ結構タックルが、そうですね、なんか意識すごい、意識が高いように見えるんですけど、タックルが、まあ、自分の強みかなって思ってます。見てほしいプレイ効果なと思ったけど、うん、そうですね、見てほしいプレイ、フィールドプレイは自分強みで結構、はい、チームでも自信ある方なんで、そこを出すために、まあ、今季からフッカーやってるんで、セットプレー安定させてるところを安定させて、でフィールドプレー注目してほしいなと思ってます。チームの中に、フッカーは合計で何人？5人ということは、まあ競争率は高いですね。で試合に実際に出れるのは2人。目指したいところ、どこまでその自分が見添えてる？自分はやっぱラグビー選手として試合に出てチームに貢献したいですし、今現状、まあ、今季転向して、まあ、試合に出れてなくて、でそこで貢献できてない部分で、まあ、不甲斐なさはありますけど、まあ、一個一個登ってる感覚があって、うん、だからどっかでチャンスが来た時に掴めるように、今コツコツ積み上げてるところ でそこで、うん、成長できてる感覚はなんかフッカーになってからやっぱ目に見えて分かりやすくて、まあ、スローイングのところでもそうですし、スクラムでもやっぱ登ってる感覚がフランカー時代にはなかったような感覚で、そこはすごく楽しめながら一個一個登ってるなって思ってます。なんかいつかどっかでチャンス来ると思うんで、チャンスを掴んで試合に出て貢献できるように、そういう準備を毎日やってます。じゃあちょっと最後に、世界中のファンの皆さんに、はい、ちょっと一言メッセージを頂いてもよろしいですか？何でもいいです。はい、いつも応援ありがとうございます。まあ、今シーズンからフッカーやってて、まだこれから一個一個の成長していって、試合に出て価値をチームにつけれるような、そういう選手になっていきたいなというふうに思ってます。また地元東大阪でラグビーできていることに感謝して、この東大阪を盛り上げていけるように、選手としてもチームとしてもこれから頑張っていきますので、またこれからも熱い応援よろしくお願いします。